済して安く引き上げていますが、はい、そこで差をつけるために効率が悪くても、うん、ワゴマで引きたくならないぐらいこだわって作っています。なるほど。さらに持ち手には桜や竹といった天然木を採用。傘の重量バランスを計算した持つ人が疲れにくい構造になっています。また透明傘の補助としては異例の修繕までを引き受けることで、使い捨てではない一生ものの透明傘を目指しているんです。それ商品についてね、こだわりもすごい上手になっていますね。せーの、
40社ぐらいはできまして、あら、ただ海外でビール傘が作れるようになってしまってから、3年ぐらいの間にもう私ども以外のメーカーはゼロになってしまったのです。はあ、今や国内で使用されるほとんどの透明傘が外国製の中、利用者の細かいニーズを反映した傘作りを徹底することで逆境を乗り越えているんです。それでは最後のクイズです。最終問題は3000ポイント差し上げます。皆さん頑張ってください。何ポイントか分からない。今私が考えている新しい傘はどんな傘だと思いますか？社会の分断、そうした人間の境目を自然
資金である塔を完成させることになりました。聖母マリアの塔です。頂点にはガウディのスケッチに描かれた星形のモニュメントが設置されました。人々を照らす希望の光になってほしい、そんな願いが込められています。少し今うつむいたばっかりの人間たちが少しこう見上げて、なんか母親の落ち込んだ子供をこうしっかりと元気を出してくれる、その役目が果たせてるんじゃないかなと思います。サグラダ・ファミリアでは建設が再開されています。ガウディ没後100年となる2026年、イエスの塔が完成する予定です。まだまだ高騰が続くんじゃないのかな。なんか生活のありとあらゆる影響出てきますよね。